こんにちは、ウルトラマイクロマニアックスです。今日はオープンソーストランスミッタジン A の一つ、オープン TX で対応と進化が続けられている外付け RF モジュールのファームウェアをアップデートして最新のプロトコルに対応しちゃおうというチップスをお送りします。次のアイテムを用意します。アイレンジ X IRX4 プラスモジュール FTDI232 アダプタ接続ワイヤー 2.54mm ピンヘッダとリード線です。 FTDI232 アダプタは 3.3V の扱える汎用品でいいと思いますが、私は FT232 チップの製品を選びました。なお、この接続ワイヤーは FTDI アダプタと RF モジュールを接続する手作り品で、汎用の 2.54mm ピンコネクタを使って製作します。一度作っておけばこの先も楽なので、この6ピンコネクタは FTDI アダプタに接続します。白いマーキングがブランド線です。この4ピンコネクタが RF モジュールに接続します。同じくブランド線側に白くマーキング。次は RF モジュールの事前準備を行います。この画像ではすでにピンのハンダ付け作業が完了していますが、この場所に 2.57mm のピンヘッダを、ここには 2mm のピンヘッダをハンダ付けします。ヘッダは 2.57mm 4ピンも 2mm 6ピンもモジュールに同梱されてますので、これをハンダ付けしてください。一緒にショートジャンパも付属してます。これも使います。 FTDI アダプタは工場出荷時に 5V 設定になっていることがありますので、 3V 側にショートジャンパを移設しておきましょう。その FTDI アダプタにはこのように接続ワイヤを装着します。次は必要なソフトウェアのセットアップを行います。まずはブラウザを開き、パスカルランガーマルチプロトコルというキーワードで Google 検索。検索結果の一番上にある GitHub ホナララーと同じサイトのコンパイリング&プログラミングを開きます。さて、コンパイリング&プログラミングのページに移りまして、今回のターゲットである iRangeX IRX4+ の STM32 プロセッサへのリンクからさらに移動します。まずは Arduino IDE をダウンロードしてインストールします。 Windows PC なら Windows をクリック。Arduino のページにある Just Download をクリックしてダウンロードします。ダウンロードしたインストーラーを起動してインストール開始。IDE が利用する COM ポートや USB ドライバのインストール承認を要求されますので、インストールをクリックして続行してください。
インストール完了。続いて Java の実行環境を整えましょう。先ほどのページにあるレイテストバージョンをクリックしてオラクルのサイトへ移動。フリー Java ダウンロードボタンをクリック。お使いのブラウザによっては要プラグインの旨が表示されますが、気にせずボタンを再クリック。インストーラーのダウンロードはすぐ完了しますので、早速インストール開始。インストール完了。次はファームウェアのソースコードをダウンロードします。コンパイリング&プログラミングのページに戻ってください。このヒアリンクをクリックし、ソースがまとめられた ZIP ファイルをダウンロードします。ダウンロードが完了したら、ZIP ファイルを解凍します。動画で開いているフォルダの中にあるマルチプロトコル .ino ファイルをダブルクリックして、Arduino IDE を起動します。初めての起動時には Windows Firewall の警告が出るので許可してください。まずボードの追加定義情報であるアディショナルボードマネージャーファイルを指定します。ファイル環境設定で開いたダイアログにある追加のボードマネージャー URL にコンパイリング&プログラミングページにある Jeez Instructions のリンクで開いたページのアディショナルボードマネージャー URL で掲示している URL をコピペして登録します。この URL 部分を選択してコピー。先ほどの環境設定ダイアログの該当箇所にペースト。次にビルドターゲットとなるボードを選択します。ツールからボードを選択し、ボードマネージャーを開きます。このダイアログでは多くの登録されているボードからモジュール用ボードを選択しますので、探すのが大変なので検索ボックスにマルチと入力。絞り込んだ中のマルチ 4-in-1STM32 ボードを選択してインストールしてください。完了したら改めてボードを選択します。一覧の一番下にあるマルチ 4-in-1STM32F103CB を選択してください。次は書き込みを行う FTDI アダプタを指定します。ツールメニューから書き込み装置を選び、これまた一番下にある STM32FTDI を選択。最後にアップロードメソッドにフラッシュフロム TX を指定して設定完了です。さて、いよいよアップデートの実作業に入ります。まずはモジュールをばらしましょう。次にモジュールと FTDI アダプタを接続ワイヤーでつなげておきます。そしたらアダプタと PC を USB ケーブルで接続します。さて、
この状態だとモジュールに給電されてないので、送信機のモジュールベイに取り付け、送信機の電源を入れることでモジュールへ給電します。忘れてはいけないのが、電源投入前にモジュールにあるブートジャンパをショートさせること。私は利便性を追求して JSTPH の2ピンコネクタを使っていますが、2ミリ幅というレアなピンのため、モジュールに付属するショートジャンパを使いましょう。というわけで、準備が整ったところで送信機の電源を投入します。PC 画面の方に戻りまして、ツールメニューのブートローダーを書き込むを選択すると、 FTDI アダプタ経由でモジュールにブートローダーが書き込まれます。書き込み完了。ここからはモジュールと PC だけの作業なので、送信機の電源を落とし、すべてのプラグを外します。次にモジュールの USB コネクタに FTDI アダプタから外した USB プラグを差し込みます。モジュールは USB から給電され、ファームウェアの受信待ち状態を示す赤 LED 点滅になります。この時、初めての場合は Maple003 という新しいデバイスが認識されます。デバイスマネージャーで確認すると、対応するドライバーがインストールされてない状態なので、インストールします。ドライバーはダウンロードしたソース群と一緒に用意されてるので、映像と同じフォルダに遷移してインストールドライバーズ .bat ファイルを起動しましょう。このバッチファイルは USB ドライバーと BFU ドライバーをインストールしてくれます。ドライバーがインストールされ、デバイスマネージャーに MapleDFU と正しく認識されました。さて、それではいよいよファームウェアのコンパイルと転送です。スケッチメニューのマイコンボードに書き込むを実行します。自動的にソースがコンパイルされ、バイナリが転送されます。おっと、エラー出ちゃった。そういえばアップロードメソッドの変更してなかったような。ソフトウェアエンジニアだというのに、なんたる初歩的なミス。というわけで、アップロードメソッドを USB に変更します。とりあえずオートディテクト USB をして、再度マイコンボードに書き込むを実行。自動的にソースがコンパイルされ、バイナリが転送されます。完了すると緑 LED が点灯します。書き込んだファームウェアを有効にし、実行モードにするために USB プラグを抜き、再度差し直します。プラグを挿したら、デバイスマネージャーで確認。メープルシリアル、コムホニャララーが認識されていれば OK。これでアップデート作業は完了です。プラグを抜いて、蓋を閉じましょう。
お疲れ様でした。WL トイズ V911S のシンプロトコルでバインドし、アップデートが成功したか確認します。エクスターナル RF のモードをマルチに合わせ、プロトコルに V911S を指定。プロトコルを変更したら、一度送信機の電源を再投入します。V911S にバッテリーを接続したとき、従来バインドしていた電波が見つからないと、LED が特定パターンで点滅し、受信機がバインド待機状態になります。では、バインドしてみましょう。セットアップメニューにある END を選択し、バインド開始。すぐにバインド完了。操作してサーブの動作を確認してみます。ちゃんと動きますね。アップデート成功です。 Yeah.